第50回衆院選は27日、投票が行われ、即日開票される。自民党派閥裏金事件が大きな争点の一つとなった、総選挙。立憲民主党の野田義彦代表は、裏金問題で自民党を非公認となった、下村博文元文化省都立民の阿久津幸彦氏が、激しくせる、選挙区で遊説を締めくくった。対する、石破茂首相。 自民党総裁も苦戦が伝えられている裏金候補の丸川珠代元五輪賞の応援に入った。丸川氏の最終演説の応援に駆けつけた石橋首相は丸川珠代を助けてやってくださいと訴えた。裏金問題の影響で苦戦が伝えられ、負けられない小選挙区の一つ。午後6時40分からマイクを握った首相は約15分間、丸川氏への投票を呼びかけ続けた。 12日間の選挙戦で一気に追い込まれる形になった。報道各社の調査で自民の劣勢が伝えられ、20、21両日に共同通信が行った終盤の情勢調査では与党の過半数確保も微妙な状況となった。後半戦での挽回を目指し、21日付で衆院選に関する緊急通達を全国に発出。 私も死に物狂いで全国を駆け回ると明記。勝敗ラインの与党過半数維持へ、底力を発揮するのは今この時だ。全力を尽くして奮闘いただくようお願いしたいと、葉っぱをかけた。一方で、焦りの色も滲む。22日に、愛知県内での集会で立民の減留に言及した、際に、悪夢のような民主党政権と表現。19年に、同様の言い回しをした。 安倍晋三元首相を批判した経緯がありまたも変説ぶりが指摘されたさらに翌23日には非公認候補の政党支部への2000万円支給が判明報道に憤りを覚えると反論したが有権者からは逆ギレなどと呆れる声もあふれている首相が最後の訴えを行ったのは東京豊洲のホームセンター前 若い Z 世代に知名度のある大空、幸い性、好奇心の応援のためマイクを握り、皆さんの力で新しい日本を作りましょう。と、午後8時の2分前まで訴え、ギリギリまで聴衆と握手などを交わした。以下は視聴者からのコメントで、そもそも当選後、国民のため、地域のため、しっかり議員活動をしていれば、批判にもさらされないし、 助けてくださいと連呼する必要もないはずです。今まで与党であることに小座を書き、自民党議員は、庶民が必死に働き納税してても、旅行まがいの海外視察、不透明な政治資金、果ては裏金作りでした。もう一時しのぎの言葉や情に流されることなく、一度、しっかり落選して反省させない限り、一年も経つと、しっかり忘れて脱税まがいを繰り返すのでしょう。 丸川氏の最終演説の応援に駆けつけた石橋首相は丸川珠代を助けてやってくださいと訴えた。裏金問題の影響で苦戦が伝えられ負けられない小選挙区の一つ。午後6時40分からマイクを握った首相は約15分間丸川氏への投票を呼びかけ続けた。報道。裏金で処分を受けて自民党執行部が今回の選挙で 非礼復活ができないことにした方ですよね。そこに、自民党の総裁である。総理が応援とはどういうことですかね。そして、助けてやってくださいと訴える。これでは、ダブルスタンダードですね。自民党は信頼を得られませんよ。 橋本さんや吉村大阪府知事がテレビ番組で政治家というのは職業や家業として何十年もやるもんじゃないと本気でやったら過労状態になるからそこまで長く続けられないしこれを何十年やり続けるためにはいかに手を抜くかだと言ってましたまた手に食、二人とも弁護士である自分たちは政治から離れても食べていけるしなんならそっちの方が収入はいいから その座にしがみつく必要はないけど政治家が職業化してそれ以外持ってない人は失業しないように選挙で勝つことにしか力を注がなくなると言ってたけど選挙で見苦しいほどに必死になってる現職を見てると全くその通りに思えます鳩山さんのように家が裕福すぎても浮世離れした感覚になってしまうし難しいところだけど